東西6 5トル、南北3トル、総面積2500ヘクタールの巨大な湧水池で、あったが、江戸時代からの干拓事業により、水田化し、昭和30年代に完全に消滅した。現在の宮城県大崎市から松島町にかけて、広がる平野は、千北平野とも呼ばれ、いくつもの低地や低い丘陵地で構成されている。 大松沢丘陵と松島丘陵に囲まれる低地は、東側を鳴瀬川の自然堤防で区切られ、ここに、北泉が竹を水源とする吉田川や鶴田川が、流入して、市内沼を形成した。市内沼の水は、東部を流れる小川を通って鳴瀬川と合流し、松島湾へと流れていたが、市内沼と鳴瀬川の間の落差はわずかであったため、増水期には、 な瀬川の水が小川を経て、市内沼に逆流し、逆三角集城の堆積地形を形成していた。吉田川や鶴田川以外にも、周囲の丘陵から大葉間川等の中小の河川も流入しており、市内沼は頻繁に水害を引き起こしていた。沼の名の、市内とは、アイヌ語で、大きな沢を意味する、市内に由来するとの説がある。 水深は1メートルから2メートル程度、最深部で6メートルと比較的安作、鯉やうなぎ、ナマズ等の水産資源が豊富で、沼の周辺には、漁民が居住していた。市内沼の本格的な干拓は、江戸時代から行われ、1977年に、干拓事業終了宣言が出された。このうち、元六年間の工事では、松島丘陵を抜ける排水用のトンネル、 元禄線穴ほか排水路や、洪水時になる瀬川から小川への逆流を防ぐための小川拷門が作られている。明治時代の工事では小川拷門が更新され、元禄線穴に並行して明治線穴が作られている。大正から昭和にかけての工事では、吉田川の水をしない沼に入れずに、しない沼の南側を通って直接小川に流すための水路が作られ、 鶴田川の水を吉田川の下を通して、明治線穴に導く、吉田川サイフォンと吉田川の流路と成瀬川の流路を分離する、成瀬川、吉田川瀬割堤防が作られている。明暦年間の事業しない沼の干拓を最初に発案したのは、仙台ハンガローで、松山要害監主、モニワ氏である。モニワ氏16代当主、モニワたとは、明暦元年に、 藩に、市内沼干拓を願い出て、翌2年より、干拓事業を開始している。この干拓事業で、最終的に250長部の干拓に成功している。また、市内沼周辺地域を事業としていた、仙台藩家心の松山茂庭市16代当主、茂庭忠し元が1655年にこの地の開墾を、 仙台藩に願い出て、1656年には250、上部の干拓に成功したため、市内沼の排水によって、さらなる神殿の開発が見込まれた。このような背景から、松島丘陵を貫き市内沼の水を、直接、松島湾にへ流す、排水路の改削が計画された。元六年間の事業元六千穴の穴頭。2011年8月9日。 撮影準備家庭遠方元年から上京四4年にかけて仙台藩により都合3時にわたる測量調査が行われている。この頃になると容易に観拓できるところは大半が開発済みであり残りは洪水氾濫が続発するなど難工事が予想される箇所のみであった。ここにいたり市内沼観拓は一市藩市一地方領主の市営事業から 仙台藩の大規模事業へと変貌していく。元禄6年、仙台藩による市内沼干拓事業が始まる。この干拓事業は、規制電の水害防止と新電開発を目的としており、その中には、元禄線穴の造成もあった。この干拓事業は、元禄11年に一応の完成を見た。 この監督事業では620長部の監督に成功している。1673年から1687年にかけて、仙台藩市の阿賀妻六兵衛が総監督となって、市内沼一帯の測量に当たった。3回の測量により、市内沼の広さは縦3560件、横1560件、壺数555万3600壺。 単別1851丁に単部と算出された。この全面積の干拓が成功すれば、ゲゲデンで14,800国、上場デンともなれば31,474国と試算され、中田で2万4 0 0 0国の収穫が見込まれた。測量終了後、仙台藩士の津田民ブラは、松山モニワ氏と相談し、干拓にあたって、この工事を、 仙台藩第四代藩主、伊達津名村の繁栄事業とし、工事期間中は、品井沼を仙台藩の直轄地とすること、及び工事終了後に、藻庭市に返還することで合意した。この工事の準備には、約5年の月日を要した。玄禄千穴玄禄千穴は、宮城県宮城郡松島町にある排水路。かつて、宮城県中部に存在した、品井沼の治水。 開発を目的として、江戸時代に開作された。2007年、市内沼干拓関連施設の一つとして、土木学会線小土木遺産に認定された。排水路の建設1693年、仙台藩は、市内沼の干拓に着手し、元禄線穴と呼ばれる、排水路を築造した。これと、同時期に、鳴瀬川から市内沼への逆流を防ぐ工事を、 行った小川と成瀬川の合流地点に、線穴を四条掘削して、小川の流路を成瀬川下流向きに合流するように、変更し、小川の河口に水門を設置した。これが、小川わ門の始まりである。排水路の流路排水の流路は、沼の内より旗や、村名神崎穴とまでを結ぶ北部平掘り、旗や村名神崎穴頭から、 根海村山大穴尻までを暗渠で結ぶ、千穴、従来から自然に流れていた浦川を拡張し、根海村山大穴尻から磯崎浜までを結んだ、南部平堀からなる。北部、平堀の入り口には、沼の水を誘導するために導水路を掘り、草木の根や枝などが堀に流入することを防ぐために、何本もの杭を打ち込んで竹巣を取り付けた。 南北の平堀南側には堤防を築き、河口には波による浸食を防ぐために石垣を積んだ。原禄線穴の掘削方法原禄線穴のずり出し穴跡。2011年8月9日撮影線穴付近の地質は業界岩を基盤とする強固なものである。線穴の掘り方は、旗や、 村名神崎穴頭から、根海村山ンを穴尻までの2地点を結んだ。線上に10箇所の縦穴を掘り、ついで各縦穴の底から横穴を掘削して、連結する方法をとった。線穴は、現状では入り口、出口ともに2条存在する。縦穴は、ずり出し穴。掘り上げてできた土の山は、ずり出し山と呼ばれ、 現在でも松島長め巡る鶴沢界隈で、ずり出し穴の跡を見ることができる。ずり出し穴には掘った土砂や岩石を外へ運び出すために、岩、木という足掛かりが七寸置きに設置された。また、土砂が流れ込んだり崩れないように土を積んで固め、その後の線穴の回収工事で内部に溜まった草木や泥をかき出すために再利用された。横穴は幅2軒。 高さ8尺であり、1日分の仕事の量を示すために1尺から1尺5寸程度の間隔で浅く削られている。元六千穴の施行1693年7月5日、ネカイの管入り正門宅へ、数々の工事道具が運び込まれた。その4日後には、工事の総監督である、大越木上門をはじめ体制の役人が訪れて、起工式が行われた。 この工事はほとんど人力によるもので、市内沼沿岸地域の住民10万人が動員されて労役に従事した。1698年に工事は完了し、その後5年間は土地の整理や農民の割り当て、水路の設置などに用した。1702年6月に藩の直営が解かれ、土地が藻庭市に返還された。結果としては、 市内沼全面積の開発は実現せず、617、長部が改善された。江戸時代の小川高門玄禄線穴の工事と、同時期に、成瀬川から市内沼への逆流を阻止する目的で、小川高門の設置工事が行われている。江戸時代に行われた、玄禄線穴の改修玄禄線穴は、記録上では、 完成から明治時代までの170年間に6回の改修工事が行われている。これらはいずれも仙台藩の直営で施行された。第3回目の延響年代の改修後、1787年頃に千穴が長さ30軒、横50軒にわたって崩れ落ち、他の部分も土砂が溜まって全体の3分の2ほどが埋没した。この崩落で、 元禄線穴は排水路としての機能を失ったため、第4回目の文化年代の改修工事は、元禄期の排水工事に並ぶ大改修工事となった。文化年代の改修工事は1807年11月25日から1809年12月29日までの2年間に渡って行われた。北部平堀は前線に渡って拡張し、 南部平堀掘りは杭を打って掛け崩れを防ぎ、土手を新しく築いた。千穴は新たにずり出し穴を一箇所掘り、崩れ落ちた箇所を修復した。この改修工事には、周辺の農村に人足が割り当てられ、総計で32,284人が工事に従事した。工事開始以前の状況を明治維新を迎え、江戸時代より続けられてきた、干拓事業に、 陰りが出てきた。原因は、原禄線穴の老朽化で、排水機能が低下したことと、それまでの干拓事業が、沼地干拓に集中し、吉田川等の河川改修を行わなかったからである。そのため、2から3年に一度の割合で水害に見舞われていた。原禄時代に行われた工事は、水害の抜本的解決にはならず、明治時代に入ってからも、 頻繁に洪水が起こっていた。明治時代に入っても、なお土砂や草木の詰まりは続き、元禄線穴は十分な機能を果たさなかった。宮城県令の松平正直は、大倉京の奥久と利道と会談し、1880年7月から9月にかけて、国の補助を受けて、元禄線穴の改修工事を行った。1882年。 宮城県令の松平正直は内務省の親とい外国人ファンドールンを招き、市内沼の実測調査を行った。この調査の結果、市内沼の干拓には膨大な経費がかかり、不可能であるとの結論が出された。市内沼沼沿い村組合状況を打開するため、1889年に市内沼沿岸のご家村が、 元禄線穴の改修と新たな排水路の改作を目的として、市内沼沿い村組合を結成した。1895年、市内沼沿い村組合は、元禄線穴の改修作業の効率化や、土砂の流入防止を目的として、元禄線穴入り口をレンガ作りにし、入り口手前に高さ18尺、幅16尺の肛門を設置する工事を開始し、 1898年に、竣工した。1899年には、新たな排水路である、明治線穴の改作を目標とする、測量、調査が行われた。1901年5月に、志田郡庁、宮城郡庁、黒川郡庁が、宮城県知事の小野田元広氏に対して新たに、市内沼水害予防組合を設けることを陳情し、 村単位の事業組合から県と、緊密な事業組合へと組織変更されている。小川公門の建設1906年4月1日、小川となる瀬川の合流点の宮城県宮城郡、松島村、竹谷二子屋に、小川公門を新設する工事が始まり、同年12月30日に竣工した。この水門は、通水部分の高さ1.06メートル。 幅3.64メートルの4門8扉で、基礎石像及びコンクリート作りとし、上部を木造としていた。門扉は、普段は、鳴瀬川に向かって開き、鳴瀬川の水位が上昇して、流れが変わると自然に閉じる仕組みであった。明治線穴の建設を川高門の建設と、同時期に、元禄線穴に変わる、新たな排水路として、明治線穴が掘作された。 1910年、明治線穴が完成すると、小川公門は不要になり、1913年に扉が取り外された。明治線穴の完成後も、吉田川等の増水による洪水被害が続いた。そこで、大正5年に吉田川の流れをしない沼から切り離す、河川改修工事を開始した。 1925年から1940年にかけ、吉田川に堤防を築いて、市内沼と分離する改修工事が、国の直轄事業として実施された。これに伴い、1932年から1934年に、かけ、北部から流れる鶴田川を、サイフォンで吉田川の下に潜らせ、千穴への流路である高城川に繋ぐ工事が、実施された。 昭和10年、吉田川改修、再判設置工事が進行。同15年には、吉田川改修の最終工事である成瀬川、吉田川瀬割堤防が完成。吉田川、鶴田川が現在と同じ流れになる。第二次世界大戦直後は、戦後の食糧不足もあり、国営事業として、緊急開拓事業が行われ、192町部が新たに干拓される。 その後、各所排水路拡張工事や、堤防工事が行われ、昭和52年に干拓事業終了宣言が出される。吉田川ォ本、吉田川ォ本の断面も敷きず。鶴田川は、吉田川の下をくぐり抜け、高城川と名を変えて地上に現れる。吉田川ォ本の入り口。鶴田川はここから地下へ潜る。吉田川ォ本の出口。 水路の番号が1番から7番まで振られている。吉田川サイフォンとは、宮城県宮城郡松島町畑屋に築造された、複越環境式の排水路である。宮城県中部を流れる吉田川と鶴田川を、立体交差によって隔離している。畑屋サイフォンとも呼ばれる。吉田川サイフォンの規模と、構造吉田川サイフォンは、鉄筋コンクリート作りの7連艦である。 管のうちポースンポは高さ三点零メートル、幅二点六メートルで、竣工時の長さは百三点八メートルであった。サイフォン入り口には十二点七メートルの水コート、幅三メートル、深さ一メートルの土砂沈電池を設置し、サイフォン出口には九点九メートルの水、コーを設けた。な瀬川、吉田川瀬割堤防な瀬川、吉田川瀬割堤防は、 な瀬川と吉田川の流路を、旧合流点から海岸近くまで分離し、な瀬川が増水した時に、市内沼干拓地へ逆流することを防止している。1940年完成。2011年現在、沼は完全に消滅し、鹿島台小学校付近が緊急遊水地地域として指定されている以外は、痕跡は全く見当たらなくなっている。 旧市内沼付近は、宮城県中部の重要国層地帯となっているが、減誕政策による、休耕電や、工作放棄地域が出ている。宮城県は、稲作の代替手段として、大豆等の添削を推進している。また、東日本大震災で被災した宮城県沿岸部の、農地の代替地として、市内沼付近の休耕地、工作放棄地域の再活用を検討している。 かつて市内沼に直接注いでいた吉田川は、沼の南側に広がる、丘陵地帯の裾野を縫うように流れ、松島湾手前で成瀬川に合流する形に、改修されている。同じく、鶴田川は、旧市内沼中心部を流れ、吉田川再奔で吉田川の下を潜った後に、明治線穴に繋がり、高城川となって、松島湾に注いでいる。また、小川拷門は、 鹿島大小学校の校門として再活用されている。旧市内沼付近にはため池がいくつか残っている。1993年、鹿島大桂沢ため池で宮城県内ではすでに絶滅したと見られていた市内もつ子が再発見された。これらのため池は2001年12月、環境省により、 旧市内沼周辺ため池群として、日本の重要湿地500に選定されている。大崎市立鹿島大小学校の校門は、かつての小川校門の名残である。1930年10月13日、鹿島大村村長の鎌田三之助の全額寄付により、小川校門の門扉に扉が、大崎市立鹿島大小学校の校門として、移築された。また、 1935年6月30日、鹿島大小学校の裏手にあった茅野の神木を、小学校の校庭に移植した際、周囲の積み石に小川校門の礎石が再利用された。これら干拓事業に伴う堤防、サイフォン等は2007年、土木学会より、市内沼干拓関連施設として、土木学会専用土木遺産に認定された。2008年3月29日、 玄六千穴入り口の傍らに、市内沼干拓資料館が建設された。市内沼干拓事業に関する歴史資料が展示されており、利用には、松島町教育委員会に申請書を提出する必要がある。玄六千穴は1698年8月15日に、落成の予定であり、落成式には、仙台藩主。 だって津波村も出向くことになっていた。しかし、落成前日の夜半から暴風雨になり、当日の朝には、市内沼一面に濁水が溢れた。工事の総監督である、大越清衛門と役人らは、排水の現場を藩主に見せることができないばかりか、藩主の身にも危険が及ぶことを暗示、急遽式を延期することを決定し、仙台城へ早馬を飛ばした。 しかし綱村はすでに仙台城を出発していたため、木右衛門と部下六名は藩主を迷わせた罪の責任を負い、藩主の成敗を待たずに自陣した。後日、付近の人々の手で、畑屋の山頂に土饅頭として埋葬され、この地はお墓山と呼ばれるようになった。松島町根回り昼沢に、お万地蔵と呼ばれる地蔵村が祀られている。 教法年代に行われた第一回目の改修工事で費用の見込み違いから妊婦賃の支払いができなくなった妊婦頭が千穴の中央部に妊婦を集めて異労名目の宿宴を開いたそして宿宴中に千穴に水を流して妊婦たちを溺死させたその場にはおまんと呼ばれる十六歳の娘も加わっており後日娘の親族がその母体を弔うために この地蔵村を祀ったと言われている。ありがとうございます。